ナサール・アルアティアはカタールの射撃選手、レーシングドライバー。名前は英語読みのナッサーアル・アティアと表記される場合もある。射撃場にて元々はクレー射撃の選手として活躍し、1996年アトランタオリンピックからカタール代表として夏季五輪に6大会連続出場。2002年と2010年のアジア競技大会ではスキートで金メダルを獲得。 2004年アテネオリンピックでも同種目で4位に入るほどの腕前を持つ。2012年は五輪代表選考会となるアジア射撃選手権がダカールラリーの期間中に行われるため五輪代表の座を事実上諦めていたが皮肉にもダカールラリーで途中リタイアしたことからアジア選手権への参加が可能になり同大会のスキート男子で優勝、ロンドンオリンピックのカタール代表の座を手にした。 5度目の五輪となるロンドンではスキートで銅メダルを獲得した。下季五輪では北京オリンピックでカタール選手団の騎手も務めた。ロンドンオリンピックでも当初騎手を務める予定だったが、結局騎手は他の選手に交代している。WRC にて射撃と並行してラリードライバーとしての活動も行っており、2003年から中東ラリー選手権に参戦し、 15度ものタイトルを獲得している。これは FIA の地域ラリー選手権では最多記録である。なお、同選手権では基本的にフォードフィエスタを用いている。2006年には世界ラリー選手権の株カテゴリーであるプロダクションカー世界ラリー選手権でインプレッサ WRXSTI をドライブし、荒井敏弘を破ってシリーズチャンピオンを獲得した。 2010年には SWRC に参戦。2年間参戦したが未勝利に終わった。2012年はシトロエンのサポートを受けてカタールワールドラリーチームからワークススペックのシトロエン DS3WRC を借りスウェーデンを皮切りに発戦へ出場。ポルトガルでは自己最高位4位入賞を果たした。フォードのワークス活動終了に伴い、それまで フォードワークスだった M スポーツをカタールが支援することになったため、アルアティアは中東ラリー選手権を主戦場としつつもマークと日程がかぶらない WRC イベントに M スポーツのフォードフィエスタで参戦した。2013年は当初8戦に出場する予定だったが、体調不良やクラッシュでの怪我が影響し5戦の出場に止まった。第6戦アクロポリスでは、 フォルクスワーゲンのアンドレアス・ミケルセンと4位争いを繰り広げたが最終日に3連続ステージベストをマークしたミケルセンに逆転を許し5位に終わった。2014年は w r c 2に7戦に出場し4勝を挙げ2006年のプロダクションカー世界ラリー選手権以来となる2度目の世界チャンピオンを獲得。2015年にも3勝を挙げて連覇した。 ダカールラリーにて2004年に三菱、パジェロでパリダカルラリーにデビューし、総合10位で完走。2007年にも参戦して6位に入った。その後 BMW と契約し、2008年には FIA クロスカントリーラリーワールドカップでチャンピオンを獲得した。2010年にはフォルクスワーゲンに移籍し、四輪部門で同チームから参戦するカルロスサインツに次ぐ総合2位に食い込む。 2011年は引き続き VW から参戦し、ついにサインツを下して、初の総合優勝を飾った。2011年限りで、VW がダカールラリーから撤退したため、2012年はロビー・ゴードンチームにセキシハマー・紫浜 a さ3を買ったが、第9ステージでリタイアに終わった。2013年のダカールはオリジナルのバギーで参戦した。2015年にはミニから、 ダカールラリーにワークス参戦。同年 FIA クロスカントリーワールドカップで2度目のタイトルを獲得した。2016年にはトヨタ画像レーシング SA に移籍してラリーレードを継続2016年2017年とワールドカップを3連覇している。またペルー単独開催となった2019年ダカールでは 得意とする先腕の強さを存分に活かし、自身3度目、トヨタにとっては初の総合優勝を果たした。ありがとうございます。